乃木坂46を卒業した秋元真夏さんは、5期生メンバー井上凪さんに絶大な信頼を寄せていました。そして今後グループを牽引していく存在だと考え、期待を込めて熱心に指導します。さらに井上さんについて、5期生をまとめる存在になってくれるんじゃないかな、と期待の気持ちを明かしました。今回は秋元真夏さんが井上凪さんに絶大な信頼を寄せている理由について紹介していきます。また坂道グループが好きな方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。期待の新星、井上凪の加入。井上さんは2022年に高校2年生で応募総数 87,852 人ものオーディションに勝ち抜き、5期生としてグループに加入しました。オーディションに応募したきっかけは、いつも何気なく通っていた場所が MV 撮影のロケ地だと知り、乃木坂46がすごく身近に感じたことだと明かしています。井上さんは高校の受験勉強に行き詰まっていた時に、偶然乃木坂工事中を見て乃木坂46に引き込まれていきました。ですが最初はあんなに可愛い女の子たちが存在しているはずがないと思っていたと語っています。そこで自分の身近な場所に MV のロケ地があることを知ったことで、乃木坂46の存在が現実的なものとなり、自分も仲間に入りたいという気持ちが芽生えたんですね。そして見事合格した井上さんですが、そこから期待の新星としての快進撃が始まります。5期生のメンバー紹介動画では、デビューしたばかりとは思えないほど洗練された美しさで、最初から注目の的となりました。再生回数は公開から13時間強で驚異の100万回を突破し、ファンからは最初から完成されてる、ビジュアルが神といったコメントが数多く寄せられました。井上さんがどれほど衝撃的なデビューを飾ったかが伝わってきますよね。当然井上さんの学校でも話題になり、井上さんは動画が公開された日のことについて、動画を見た他のクラスや別学年の子たちがお昼休みに教室にどんどん来て恥ずかしかったと語っています。ですが話題になったのは井上さんの整ったルックスだけにとどまりません。初の5期生曲「絶望の1秒前」ではセンターを務め、当時17歳らしからぬ堂々としたオーラと圧倒的な表現力が大きな話題になりました。さらに32枚目のシングルでは初の選抜入りを果たし、さまざまな雑誌で単独表紙を飾るなど、乃木坂46の主力メンバーとしての階段を駆け上っています。まさに5期生のエースと呼ぶにふさわしい勢いですね。キャプテン秋元真夏の卒業に涙。2011年に1期生として乃木坂46に加入した秋元さんは、2022年に11年半ものグループ活動に幕を下ろしました。2019年から2代目キャプテンとしてグループを牽引し続けた秋元さんは、後輩から慕われる存在でした。卒業前に放送された乃木坂工事中の企画で、秋元さんの慕われっぷりがたくさん伺えます。その日の放送で行われたのは、秋元を泣かせたら即ご褒美と称した企画で、メンバーたちが秋元さんを感動で泣かせるべく、さまざまなトークやサプライズを繰り広げるというものです。そこで5期生代表としてチャレンジしたのが井上さんと菅原さつきさんでした。番組内で2人は5期生メンバー一人一人から秋元さんへの感謝のメッセージが録画された動画を秋元さんに披露します。秋元さんは動画の開始早々に涙を流しましたが、井上さんはさらに自作のイラストと5期生全員からのメッセージが書かれた色紙をプレゼントします。なかなか言葉にできない分、大好きな真夏さんをたくさん書いたので見ていただけたらと語る井上さんも涙を浮かべ、最終的に秋元さんだけでなく井上さんと菅原さんも号泣してしまうという結果に終わりました。秋元さんと5期生が共に活動した期間はわずか1年でしたが、その1年間で深い信頼関係を築いていたことがわかりますね。加入当時の井上凪を支えたキャプテン。加入当初から世間からの注目を集め、期待の新星、5期生のエースと呼ばれる井上さんですが、先頭に立っているからこその苦悩や葛藤も多かったといいます。周囲から一目置かれるほどの歌唱力や表現力を持ち、多彩に見える井上さんですが、決して自信に満ち溢れていたわけではありません。本人は自分自身のことについて、何でもできるように見せかけて実はどれも中途半端で、何でもできるように見せかけて何にもないと語り、自信がない一面も見せました。33枚目のシングルで井上さんがセンターを務めることが発表された際には、初選抜の時に何か残せるようにしなきゃと思ってて、自分で頑張ったぞと納得できないのが悔しいから、なんでだろうという気持ちが大きいと正直な気持ちを明かしています。真面目な性格で責任感が強いからこそ、私が頑張らなければとプレッシャーを抱え込んでしまっていたのでしょう。そんな井上さんを救ったのが秋元さんでした。
乃木坂工事中の秋元を泣かせたら即ご褒美企画にて、井上さんは加入したばかりの頃、秋元さんに迷惑はかけてもいいんだよ、一緒に頑張ろうねと言ってもらえたことがすごく嬉しかったと感謝の気持ちを述べました。秋元さんの温かい気遣いで井上さんの張り詰めていた心が緩んだのだろうと想像できます。また秋元さんの卒業写真集の対談インタビューでは、真夏さんからかけていただいた言葉とか優しさとかで乃木坂46のあったかさみたいなものを感じる機会が本当にものすごく多くてと語っていました。加入当初の緊張とプレッシャーでいっぱいいっぱいだった時期に秋元さんに優しく支えられていたことが伝わってきます。入ったばかりの後輩にもきちんと気を配り見守る秋元さんの素敵な先輩っぷりが伺えますね。秋元真夏が見抜いた井上凪の才能。井上さんの圧倒的な表現力やパフォーマンス力は先輩メンバーやスタッフからも評価されるレベルです。5期生ライブではセンターを務め、32枚目シングルでは2列目センターに立つなど、その才能を惜しみなく発揮しています。音楽番組でもカメラに抜かれることが多いことからも、井上さんの人を引きつける魅力があることがよくわかりますよね。ですが秋元さんが見抜いていた井上さんの才能はそれだけではありません。秋元さんは井上さんについて、5期生の中でも特にちゃんと引き継いでいこうみたいな意識を持ってくれていて、新しい5期生の個性と昔の乃木坂を融合させようとしてくれてる感じがすごくすると語っています。井上さんは自分が乃木坂の未来を担っていくんだという意気込みが5期生の中でもひときわ強かったと言います。キャプテンである秋元さんに対しても萎縮することなく MC のやり方や盛り上げるコツなどを積極的に質問し、先輩の経験談やアドバイスを積極的に自分のものにしようとしていました。高いポテンシャルを持ちながらも決して自分のレベルに満足することなく常に上を目指していたんですね。そんな情熱を持てることも才能ではないでしょうか。秋元さんはそんな井上さんの意欲について番組やラジオなどでめちゃくちゃ向上心あると評価しており、その情熱を感じることがとても嬉しかったとキャプテンとしての気持ちを明かしていました。だからこそ秋元さんは井上さんのことを今後グループを担っていく存在として信頼を寄せ導いていこうとしていたのではないでしょうか。秋元真夏が井上凪に教えたこと。秋元さんは井上さんをグループの中心人物として育てるべくたくさんのことを教えていました。ライブの舞台裏では、思っている以上にテンション上げて大丈夫と声の出し方を指導したり、気づいたことをその都度熱心に指導する秋元さんの姿と、それを真剣に聞く井上さんの姿が見受けられました。秋元さんがグループに在籍していた11年半という年数は歴代最長で、その年月非常に多くの経験やスキルを培ってきました。秋元さんは自分が培ったものを井上さんに引き継ぎ、今後のグループを担ってほしいという気持ちだったのではないでしょうか。秋元さんはキャプテンとして井上さんに指導していた自分自身について、ちょっと怖いなって思ったんじゃないかなと振り返っており、期待しているからこそあえて厳しく接していたことが伺えます。ですが井上さんからも頻繁に秋元さんの元へ行き、ライブのトークでの喋り方などアドバイスを請うことが多かったと明かされています。井上さんもまた秋元さんが引き継ごうとしていたことを前のめりで学んでいたことがわかりますね。井上さんはグループを引っ張っていこうという積極性を持ちながらも、自分の実力に慢心しない謙虚さを併せ持っている人です。そんな謙虚な姿勢があるからこそ、周囲に評価される才能を持ちながらも先輩の意見を素直に受け入れることができるのではないでしょうか。グループの今後のために熱心に指導する秋元さんも、それに食らいついていく井上さんも素晴らしいですね。秋元さんは井上さんの真面目さや熱心さについて、すごい頼もしいとコメントしていました。井上さんのグループを担っていこうという責任感や素直に先輩の教えを請う真面目な姿勢があったからこそ、秋元さんは井上さんを信頼していたのだろうと想像できます。井上凪はグループを牽引する存在。先頭に立ってグループを引っ張っていくという気持ちが人一倍強い井上さんですが、秋元さんはその熱意や向上心を評価していたからこそ、階段10段飛ばしぐらいでいろいろ教えちゃったと語っていました。そしてそこにちゃんとついてきてくれたのがすごい嬉しかったとも語っており、井上さんをグループを牽引していく存在として信頼していることが伺えます。また別のインタビューで秋元さんは井上さんについて、私の斜め後ろで待機してくれているような感覚がありましたとも語っています。秋元さんにとって井上さんは後ろで支えていてくれる存在だったことが伺えます。
その一例として井上さんは山のようにある振り付けを自分が先に覚えて、細かいところまで他のメンバーに教えていたといいます。5期生の代表として秋元さんの指導を率先して覚え、他の5期生たちにしっかりと伝える、そんなグループの先頭に立っていこうとする井上さんの姿勢について、秋元さんは真面目でめちゃくちゃ助けられましたと褒め、5期生をまとめる存在になってくれるんじゃないかなと期待の気持ちを明かしていました。キャプテンとして新エースを信頼していたことが伝わってきますね。今回は秋元真夏さんが元キャプテンとして絶大な信頼を寄せる井上凪さんについてご紹介してきました。井上さんは誰よりも強い向上心があるからこそ、5期生の中心人物として期待されているんですね。選抜メンバー入りやセンター抜擢など、乃木坂46の顔として成長を続ける井上さんの今後の躍進から目が離せません。動画をご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。